おはようございます。今日は2020年、2月10日月曜日、週の始まりでございます。昨夜ちょっと雪でも降ったんですかね、パラッとした感じがありますが、そんな感じでね、今日も冷え込んだ朝になっておりますが、まあまあのテンションかな。今日はいつも皆さんにね、朝のテンションが低いよう言われるんで、にこやかにいきましょう。それでは今日もスタートです。ハッピーチンゲンサイ。はい、ということでね、こちらが先日、福堂にね、イネニカを使った苗の芽が無事出揃いました。はい、こんな状態で、こちらが今までと同様、梅土をねそのまま福土に使用したバージョンですが、これはタキの種まき梅土というやつですね。それと比べて全く同じ発芽状態でね、全く発芽の段階では全く問題のないということでね、まあコスト的にもね、イネニカの方が安くつくような感じですし、まあ今後ね、これが苗が成長するにつれてね、チンゲンサイの場合はどういった影響が出るのかというところがね、楽しみではありますが、イネニカの方がね、しっかりした苗ができるということで、その成長が楽しみなわけですが、まあその成長待たずとしてね、もう次の種まきからはイネニカをバンバン使っていこうと、もう僕の気持ちはすっかりイネニカに虜になっておりますが、これもね、各方面にね、あちこちちょっと手に入るように手配しとったんですが、もう待ちきれずにね、楽天で探していたら、レビューのところに塚原農園さんと原田農園さんの動画を見てというね、もうその2つのキーワードが見えた段階でもうポチッとカートに、値段を見ずにカートに放り込んでましたが、はい、こんな感じでね、レビューに出ておりますが、まあ値段はね、まあどう言ったらいいんですかね、そういう資材関係の卸業者、または、まあ、ちょっと JA ではなかなか入らないかもしれませんが、まあちょっと僕の場合は JA の方でも2体ほど引っ張ることができたんですけども、普通ちょっと JA 取り扱えない商品かもしれませんが、まあそういった方面にね、取引がある方でしたら楽天で買うよりもそちらに問い合わせていただいた方がお安く手に入るかとは思いますが、お急ぎの方は楽天でどうぞということで、試してみてください。はい、まあ僕はもう次からイネニカ1本でいきますが、まあそれにしても、まあ苗の成長はね、楽しみなんで、今後どのような成長をしていくのかというのを随時ご報告していきたいと思います。母ちゃんが寒そうに歩いてきております。今から2人で定食作業です。この苗たちを定食していきます。いらっしゃい。苗積みよったんや、ちょうど。いらっしゃい。うるさい。なんて母ちゃん。何？何もないよ。呼ぶなよ、忙しいのに。ハッピーチェンゲンサイ。なるほど、これね、久しぶり。そうか、ちょっとじゃあ最近うちのチャンネルを見た人にご説明しておきますと、僕らのチャンネルのアイコンにもなってますけどね、ハートマークのチンゲンサイの苗、ハート型の葉っぱ、これを見つけたら僕たち夫婦はハッピーチンゲンサイと呼んでいます。ねえ母ちゃん、愛があったらハッピー
チンゲンサイ合わんじゃん。ハッピーだった、愛があったらハッピーチンゲン、おい言えや。なんじゃ。愛があったらハッピーチンゲンサイ、そういうことです。よろしく。早く仕事して。あ、いやもう呼ぶなよ。はい、母ちゃんお疲れでした。というわけで、もう何度もこのシーンは出てきましたが、今日も2人で半分ほど、ハウスの半分ほどね、定食しました。お疲れ様でした。お疲れ様。眠たいね、今日は、ね、母ちゃん。昨日まあ昨日まあ編集が夜遅くなったんでね。それと母ちゃん、日本の力がいよいよ昨日で全国放送もう全て終わりました。大分県最後の放送だったですけどもね、全国の方いろいろ見ていただきましてありがとうございました。そしてね、どうしても見逃したという方、BS 放送でね、2月の14日金曜日、朝5時25分よりね、 BS 朝日の方で再放送ございますので、どうぞそちらの方ねご覧いただいて、ぜひ録画していただきたいと思います。お願いします。はい、そんな感じでね、今日はまあちょっと眠たい2人ですが、ここで終わっときましょうかね。はい、それでは。大丈夫よ、温かいコメント。そうよね、それ見たら元気出るよね。はい。なんじゃそれ、おもろいのか、ちゃんとおもろいね。明日休みじゃ寝られるよ。そうかそうか、明日は出荷が、あ、そうじゃ、学校も休みじゃけね。明日はまあちょっと久々に朝ゆっくりできるかもしれませんが、そんな具合で今日は終わっときましょう。それでは皆さん、また明日。ハッピーチンゲンサイ、アイスプラントクオーデー。